問題は10問で時間は20秒です。左のイラストを見て右のイラストの2箇所間違っているところを探してください。すぐにわからないときは動画を止めて考えるか諦めましょう。第1問。ネズミの尻尾が右に移っています。竹が右に傾いています。第2問。ネズミの向きが逆になっています。持っていたひまわりの種がなくなっています。第3問。横向きが縦向きになっています。ネズミが右に動いています。第4問。ここにあったシワがなくなっています。竹の中身が見えなくなっています。第5問。謎の動物がうんこをしています。お猿さんの赤いほっぺがなくなっています。第6問。この竹が長くなっています。竹の葉っぱの数が増えています。第7問。ネズミの体の向きが違っています。竹が長くなっています。第8問。この竹が短くなっています。ハムスターが巨大化しています。第9問。竹の中身が見えています。お猿さんが犬に変わっています。最後の問題、第10問。
謎の動物が豚さんに変わっています。小猿の手が見えなくなっています。よかったらチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。